どんな予選になりますか。それでは予選スタートです。選手、まずこの山田和樹選手のマシンがコースに入ってまいります。タイのサーシャイ選手が2分4秒226でトップに立ちます。コントローラーで操縦しているという。リーチレン選手は残念ながら7番手。最後はサファリリッキー選手ですけれども、どうか。第3セクターうまくまとめられれば、はい、できましたね。山田選手タイムを詰めてきました。2分2秒台、2分2秒742。になってしまいました。最後2分4秒291、非常に僅差ですけれど、2分2秒658、これは非常にいいタイムが高橋選手記録されました。チェ・シンギ選手は韓国のドライバーですけれども、3番手に上がってきまして、そしてランマ選手が最後にベスト更新、2分2秒589までタイムを詰めまして、ベストタイムです。